醤油かけご飯の冷醤油かけご飯は日本の米料理の一つで醤油をかけただけの飯のこと。醤油を飯にかけることは醤油の味や風味を最も純粋に味わうことのできる食べ方とも考えられている。埼玉県の醤油メーカーである湯げた醤油では様々な場での皮脂を油絞りの実演において飯に醤油をかけて味見をすることを推奨している。科学的には 醤油に含まれているカルボニル、岩粒化合物、フェノール、ピラジンといった成分が他の物質と反応しやすいために醤油を熱い飯にかけることで新たな香味成分が生じて美味しそうな香りが漂うことが分析されている。また、醤油には胃液の分泌を促して消化を助ける働きがあるため、 醤油を飯にかけることで、飯に含まれる鉄分の吸収が3.5%から11.4%に促進されたという報告もある。老舗の醤油醸造元が並ぶ島根県出雲市平田町の木綿街道では、2011年に醸造祭りが開催され、醤油を味わうために醤油かけご飯の食べ比べが行われている。2016年にも出雲市平田町の 木綿街道交流館で木綿街道で製造された醤油の味を広めることを目的として約20種類の醤油かけご飯が提供された。醤油さえあれば飯が食べられるといったことから食費を置かせるための食べ方とされるケースも多い。昭和初期には山形県金山町の一部で食事の際に惣菜が何もない時醤油だけを飯にかける醤油飯と呼ばれる風習があった。 昭和教皇の時期の大衆食堂でもソーライスと同様、飯に醤油だけをかけて食べる光景が見られた。戦前の少年小説では、貧乏な家で病気の母を持つ主人公の少年が学校へ持参する弁当のおかずを弟や妹の分に回し、自分の弁当は飯に醤油をかけただけで、給油に見られないよう隠しながら食べる場面が定番だった。 終戦直後も一部の地域では貧乏な人々の間で醤油やソースをかけただけの飯による食事が流行していた。平成以降においても、マイナビが2011年に社会人たちに対して言った学生時代の思い出の味の調査、2015年のお金がない時に作る節約料理、金欠女子が節約のためにこっそりしているズボラハン4、選での調査でも、 節約のために食べるものとして、卵かけご飯や納豆かけご飯などと共に、名前が挙げられている。著名人では、明治、大正期の文豪である森鴎外が、祭子と別居して、男だけの書体を構えていた時期に、飯に醤油だけをかけることを発案し、食事を簡素に済ませるために食べていたという。昭和時代では、元歌手の山口桃恵が、子供の頃は、家が貧乏で、 メッシに醤油をかけて食べていたという。タレントの島田洋七は、佐賀のがバイバーちゃんとして知られる祖母の徳永佐野の下で、子供時代を暮らしていた貧乏時代に、卵抜きの卵かけご飯と称して、醤油かけご飯を食べていた。平成以降では、元 AKB48 のメンバーである女優、秋元さやも、2012年頃までは、家が貧乏で、食事が、 飯と醤油だけの時があったことを告白している。一般には、飯に醤油を直接かけることは、行儀が悪い、体に悪い、下凡などのイメージを持たれている。岡山県では、醤油を飯にかけて食べると毒になるともいい、さらには、生醤油を飯にかけて食べると、サナダムシが湧くといったことわざもある。後者については、実際に、サナダムシが湧くわけではなく、 一応の満腹感が得られるにもかかわらず栄養が不足するためこのような食べ方を戒しめたものとみられている。体に悪いというのは塩分型となりやすいことの意味とも見られている。この一例として審査翼活動家の川島剛は逮捕後の獄中で高血圧と診断されており、獄中で書いた書簡の中で醤油かけご飯を好んで食べたことが高血圧に、 つながったことを懸念している。前述のように食費を浮かせる目的で醤油をかけることがあるため、貧乏人を真似ているとみなされて醤油かけご飯が嫌われるといった解釈もある。こうしたことから良くないイメージを持つ食べ方ながら人に隠れてこっそりと飯に醤油をかけて食べているケースも多い。日本食ブームであるアメリカでは飯に醤油をかけることが 日本食愛好家の間で定着しており、日本料理店などでアメリカ人が日本食を目の前にして、早速当然のように飯に醤油をかける光景がよく見られる。戦後の昭和20年代にアメリカで日本料理店が増え始めた時期にアメリカ人たちが醤油を好んで用い始めたこと、またはヒッピーが東洋の神秘の一つとして愛好していたことが発端と言われ、後に 知識人や OL たちの間にもこの食べ方が広まっている。日本食ブームにおいては日本食が一般に低カロリーと考えられていることからアメリカでは醤油をかけることは健康に良いとみなされているが実際には飯にかける醤油の量は日本よりかなり多く日本での丼物のの汁ほどの量の醤油がかけられていることもある。アメリカの米が さらさらとした食感のために野菜に近いことや、アメリカ人にとって醤油はドレッシングに近い感覚があるため、との説もある。ヨーロッパでは、フランスの日本料理店において、みたらし団子や蒲焼きのタレに近い醤油ベースのソース、スクレソースを飯にかけることが好まれている。このことからキッコーマンでは、ご飯にかける醤油として、甘みのある醤油、キッコーマンソースソジャスクレを、 日本国外限定で販売し人気を博している。1964年の東京オリンピックの時期にフランス人が洋食店を訪れて飯だけを注文し醤油をかけて食べていたという話やフランス人が日本人の来客にご馳走として醤油かけご飯を出したという話もある。他にも日本に来たタイ人が日本食になじめず、 醤油だけが口に合うので飯にかけて食べていたという話やインドネシアのスマトラ島の住民が醤油かけご飯を食べていた話南京事件の被害にあった中国人が貧相な生活の中で醤油を飯にかけて食べていたという話もある日本国外の著名人ではロシアの元新体操選手であるアリーナ・カバイワが映画出演のために2001年に来日した際 醤油かけご飯が大好きと発言している。ありがとうございます。